皆さん、こんにちは。滝沢カレンです。この洋服たち、1週間分のお洋服たちと一緒に楽しい1週間を作っていきたいと思います。お花屋さんに行ってきましたの1日です。今回はそれをもう完全再現させていただきました。お花と会うときはちょっと自分も明るい女ですよっていうのを思わせたくて、黒を一切入れない色にしてみました。このシャツなんですけども、オーラリンのシャツになっていて、で白とネイビーと水色と3色を使ってこうストライプ柄になっております。シャツを着てるんではなくて、シャツをただ羽織っている人にしたいので、いつもこう下にタンクトップ、これはロエフさんのタンクトップを入れることによって、肌色からの水色ってなるよりは白からの水色となる方がより水色が美しくなるので、そういう着方をしてみました。カーディガンみたいなことになってしまうとちょっと可愛らしくなってしまったり、私は結構もっとかっこいいみたいな服が好きなので、こうダボッと着ることが大好きです。で、このブルーのパンツ、アーニーパロっていうブランドさんで、素材はコーデュロイという素材を使っているので、すごい一体感が出て、縦のラインをすごい気にする人みたいになってるんですけども、その方がなんかスタイルとかももしかしてちょっと良くなるのかなと思って、こういうコーディネートにしてみました。これはジルサンダーのこういうペタンコ靴なんですけども、色を着るときは私は黒で終わらせないようにしていて、いつも白だったりとか肌色、明るめの茶色みたいなものを使って、なるべくずっとつながってるよ大地とっていう感じが好きです。で、このバッグ、ロエベのなんですけども、この色の題名を見たときに声に落ちたのが、アボガドグリーンっていうつけたそのちょっと粋な感じ、そのやっぱそこに食材持ってくるんだっていうのがロエベのいいところなのかなと思ったので、まあ、本当かわかんないけど最後の1個って店員さんに言われたので、最後の1個買いました。ありがとうございます。で、この指輪はシャルロットシレン、私の大好きなアクセサリーで、これもやっぱりすごい大輪、その大花のようにここにわっと咲かせるようなお花だったので、お花を持つ手がもしかしたら美しくなってお花にとっても嬉しいかなと思ったので、ちょっと大きな指輪にしてみました。どんな花瓶に行けようかな。今日の一日はワンコと散歩どこまでもという感じのコーディネートです。私は実は犬を3匹お家で一緒に暮らしています。そのワンちゃんが、1匹目ずっと一緒にいるのがマカロン、もうマカロンは男の子のマカロンなんですけど、もう13歳のちょっとおじいちゃんです。のマカロンと、まだまだピチピチの1歳のテラと1歳のジンジャーです。今日はこう楽ちんであり、でもやっぱり楽しくて私がワクワクするようなお洋服を着たいなと思ったので、これがお散歩の日の私の一日です。まずはこれ、もう本当にもう大大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 好きのあのアーノルド・シュワルツネッカーの T シャツなんですけども、古着屋さんで買ってあって、生まれてから初めて見た洋画がターミネーター2だったんですね。その時からもうずっとアーノルドが大好きです。で、これ上に着てるのがジルサンダーのダウンなんですけども、やっぱりお散歩とかそういう時にはやっぱりダウンって本当に強いなって思って、お散歩では毎日着ています。パンツはアーニーパロのパンツにしました。グレーでモコモコしていてとってもあったかいので、すごいずっと寒い人とかはこれをずっと履いてればいいと思います。で、このスニーカーはOAO っていうブランドのスニーカーなんですけども、近未来のその線路みたいになっていて、ここに車が飛ぶのかなとか想像しながら見ていると、おかしくなりそうなので気をつけてください。で、あとはバッグ、これはニットっていうブランドのニットバッグです。ほんとふわふわでちゃんと伸びるし、でもいっぱい入るし、自分が一番身軽でいないと何もかも動けなくなってしまうので、犬から出るものを取る袋をいっぱいと清潔な水で洗うっていう、その2つは必ず持つようにしてるんですけども、あとはなるべく荷物を持たないようにしています。よし、今日は海の方にお散歩だ。
今日は私が着てみたかったコーディネートです。ブラウス的なものを1枚も持たずにここまで生きてきたんですけども、私は今回挑戦してみたかったこのデタームのブラウスにしました。なぜこれにしたかというと、やっぱりこの紐までついてくるんですね。この首の紐まであるので、これでちょっとネックレスみたいな、すごく可愛いなと思って。あとはこのツヤツヤの素材、こういう素材をすることによって、やっぱちょっと私みたいなかっこいいとか強い服が好きなんていうことも本当に夢を叶えてくれたブラウスなんで、これにしました。長すぎるとインしてしまうし、インしてしまってまたモコモコっとなってしまうこともあるので、私はこの丈でいきたいなと思ったので、これをすごい大切にいきたいと思います。で、私はその下になんとデニムを合わせたんですけども、私にとってデニムとの出会いってすごいちっちゃい頃からだったんですけども、その出会った時からやっぱり今でも何も変わらず好きでいれるっていう、こんなに地図で洋服を好きでいれるのはやっぱりデニムだったりジーンズだったりがずっとなのかなと思って、私はこういうパンツが大好きなんで、家にもいっぱい、どんなに似てるって言われてもそれは絶対違うものなので集めてしまっています。で、これもすごい大切なアンスクリアのデニムパンツなんですけども、上に持ち上げてハイウエストみたいなことにもできます。このブーツはジルサンダーなんですけども、これもすごい、なんだろう、甘い世界で着てるとやっぱりなんかちょっとしょっぱいものを入れたくなるっていうのが食べ物ではあると思うんですけども、ブーツと合わせた方がなんかかっこいいなと思ったので、ヒールもすごい角度からやってきてるので、それも可愛いなと思ってこれにしました。で、あとはバッグはなるべく近場にしか行かないんじゃないかなと思ったので、こういう小さめなものを持ってきました。なんでこうやって夜ご飯を食べに行く時とかは黒、青空すぎるのも、まあ、友達とかにも申し訳ないので、なるべく黒で夜空を演出してみました。このバッグはボッテガベネタ、太陽が出てる時の世界にはこれを持っていきたいなと思いました。これはジルサンダーのこういう緑のバッグなんですけども、私はこういう色味で出かけたいなと思いました。で、ここを縛り付けてるのは何だと思ってたと思うんですけど、これブレスレットなんですけど、ブレスレットをわざとシャツの上から、これシャルロットシェナのなんですけど、シャツの上からすることによってちょっとこの手首のアクセントを出すっていうのがすごい好きで、このピアスはジルサンダーのなんですけども、これは今日もやってくれてるヘアメイクの人が誕生日プレゼントにちゃんとくれて、バランスが取れないようなこのパールがついてることによってずっとシーソーゲームしてる感じに見えて、私はすごい見てるだけでも可愛いなと思ったんですけども、つけてもこんなに可愛いのでいいものもらったなと喜びます。よし、ふわふわのスカート選びに行こう。お待たせいたしました。こちらは私が毎日着ているコーディネート、毎日着てるわけじゃないんですけど、本当になんか最近はこういう色というよりも黒と白というのが大好きで、あとはこういうちょっとゆとりのあるズボンとかゆとりのあるニットとかを合わせるのが私はすごい好きなので、その中でも一番今大好きだなと思う子たちを集めてみました。この黒白ニットの小森さんというところから作られているブランドです。これは糸でその白と黒をこうランダムに塗っていることで、これだったらすごい模様にも見えるけど派手にならないっていうニットだなと思って、すごい今お気に入りで、こういう T シャツの白を入れることによってちょっと奥行き感だったりとか、服にとってもすごい自分が主役だよって思わせてくれるんじゃないかなと思って、いつも T シャツのニットを合わせて着ています。そしてこのパンツはエイトンさんっていうところのもので、もう本当に一流の生地、こういうニットの時もちょっとこの風と一緒になびくことによってツヤツヤ感がすごい出てくださるので、そのツヤと一緒にこのニット合わせることによってすごいカジュアルにもなるけど、ちょっとこの後もし緊急のご飯が入ったらそっちにも顔を出せるっていうことが叶うので、私はこういうパンツはいつもニットとか T シャツとか、あとタイトなものとかとも合わせる方がとても多いです。そしてこちらがもうザローさんのバッグですね。もう私本当にこれを欲しくて欲しくて何年か前にずっとお金を貯めてたぐらい、もう本当にずっと友達になりたかったことを今は親友になれちゃったっていうぐらい大切なバッグです。これが2本あることによってポロッと1本落ちちゃうってことがあったので、それが本当に嫌な瞬間なので、でもこれは1本で私大荷物
を持つ人じゃなかったんですけども、このバッグと出会ってからはいろんなものを詰め込んでくれるので、お仕事に行っても困ることがなくなりました。忘れ物もなくなりました。で、靴はジェームウェストンというところの靴です。ちゃんとオーダーでセンチとかを測りながら、もう丁寧に丁寧に時間をかけて時間をかけて子供のように作ってくださるブランドさんなので、私はここの靴も好きで、茶色と黒をいつも履いております。ピアスはボーニーさんっていうところのなんですけど、なんかちょっとプクッとしたり四角だったりとか、すごい今まで見たことのない形をどん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 毎回毎回作り出してくれるんで、このボーニーさんも大好きです。寒い可能性が高いので、なんかそういう時はロエベのなんですけども、ロエベのこういう大きめな本当にほぼブランケット状態のマフラーを巻くのが好きです。でもちょっとコートだと暑いよねみたいな日はいつもこれを巻いて動いています。まあ、こういう感じで、もうこういうさらっとした感じでこうやって歩かせてもらってもいいですし、もうぐるぐる巻きにして、もうこんぐらいのことになっちゃっても、まあ、怪しくはないかなと思っていて、真冬でもこういう格好して歩いています。今日も楽しもう。今日の一日は大好きなお友達ととっておきのディナーの一日です。パンツスタイルの中でも私の中に最上級の綺麗さを出してきました。ジルサンダーのセットアップです。で、もう素材とかもサイズとかももう本当にぴったりで、もう着た時も最高、もうこれしかないと思ったぐらいすごく幸せなセットアップでした。ネイビーなんですけど、光によってはちょっと黒っぽくも見えたり、明るい青にも見えたりとかして、すごい光とともに動いてくれる体の色なので、普通の日は着れないっていう素材をなるべくそういう夜の時のために取っておくと、なんか今日私のために頑張ってくれたのかなと思ってもらえるように、お友達に自分がちょっとピチッとなるっていう自分も出せたらいいなと思いながらお洋服と話しています。で、このバッグがザローなんですが、このすごいちっちゃいタイプのバッグにしてみました。だけどこのバッグも本当に何かがゴテゴテついてるわけでもなく、ただただ幅だけを変えられる線がついてるので、シンプルにいってみました。で、靴はポッテガベネタの靴にしました。ここはレザー、ここはベルベットで、靴はちょっとテカテカレザーみたいな感じにして、いろんな素材や光を楽しめるように夜の空間を作ってみました。で、今度はアクセサリーですね。ここにもすごい丸が2つくっついてるんですけども、お月様のようなこの満月のやつはジルサンダーのピアスになります。で、これはスピネリキルコリンの指輪になります。3個一緒に使ってもいいし、バラバラに使ってもいいし、好きに組み合わされるので、こういうちょっとシンプルな時にゴツゴツの指輪つけるのも可愛いかなと思ってつけてみました。やっぱり夜ご飯ってなるとディナー、お箸を使うにしても左手も使うし、フォークを使うとしたらナイフも使うし、やっぱり両手に花っていうようにしとかないと目の前の人に失礼かなと思うので、夜ご飯の時は両手に必ず何かをつけているようにしています。質問これされたらいいなと思うことが、どこの服っていうのと化粧水変えたっていうのがすごい好きな言葉で、そういうことをすごい聞いてもらいたいタイプの人なので、なんかぜひそういう質問をもし友達が見てたら、これから気遣ってほしいなと思います。寒い時はこれだけではどうしても出れないっていう時はアウターですね。もうこれも本当に今日以外いつ着るんだっていうぐらい、もうとっておきで、今日はそういう時のためのコートを着てきました。これもジルサンダーのなんですけども、本当にまずここから皆さんびっくりされてると思うんですけど、不思議なところから2本線が出てるんですよ。なんかどういうつもりで作ったのか、いつか聞いてみたいぐらい。ここにつぼみがあるので、なんか私はこのコートを着た時に、まるでスカートみたいな、ここに何かが入っているみたいな感じで、人を想像させるコートだなと思って、大切にすることを一瞬で決めました。よし、今日はパスタを食べちゃおう。今日の一日は、いつか行ってみたいトスカーナに行ったらこんな服を着たいの格好です。トスカーナ系の映画が大好きで、そういうのばっかり見てたらいつか行きたいなと思って、妄想の中で描いた洋服を今日は着てみました。
その見た映画はトスカーナの休日という映画です。すごいトラさんっぽくなってしまってるかもしれないんですけども、やっぱ旅人はジャケットがつきものなのかなって思うんですね。ルイス・ヴァン・ノーテの結構大きめのサイズでわざと着ました。オーラリーの長めのニットキャミみたいなものを着ることによって、このジャケットがとっても軽く見えるんですね。で、この下のもオーラリーなんですけども、ワイドパンツ、同じ色味で揃えることによって、やっぱりそこの土地をすごいお邪魔しますの気持ちがこの色に現れるかなと思ってこの色にしました。で、靴はボッテガ・ベネタのちょっとローファー風のヒールにしてみました。太いヒールでとても歩きやすい、どこまででも続く道をどこまででも歩ける、この覚悟をこの靴に表しました。これは、ザローのやつなんですけども、ここはやっぱいつもの私らしく、ネイビーとかグレーとか黒が好きな私は一回戻してネイビーを持ってくることによって、旅だけど、あ、ここはやっぱり家に戻れる視線というか、ここを見れば、ちょっと落ち着くという色味をちゃんと持ってこようと思って、こういう色味にしてみました。で、ネックレスにはシャルロット・シェネのこう豪華な本当に旅のようなネックレスをつけることによって、どこに行くんだろう、ゴールのない道をこのネックレスが教えてくれます。で、イヤーカフはジル・サンターのイヤーカフをつけて、ここがかなりここまで豪華にさせてもらってるので、ここはちょっぴりけなげな感じのイヤーカフにしました。トスカーナに行ったらもう一回映画見て、もう一回そこの場所に行くっていうことも繰り返したいなと思って。今年こそはトスカーナに行くぞ。今日の一日は私の一張羅集めましたです。家の中でも本当に家宝のように扱われているものたちをざっと出してきました。私がもう本当に心を決めて買おうと決めたのがこのマックスマーラーのテディベアコートなんですけども、オーバーサイズのものを着ることがとても多いので、なんかそんな時のためにやっぱなるべくここも大きい方にして、そしたらいろんなニットと一緒に出かけられるので、そういうことをこだわりとして持っています。こちらがベースレンジのシアー T シャツなんですけど、これはなんか下にこうちゃんと見せる用のキャミとかを着ていけば、すりガラスみたいな感じで見せるのが大人の肌見せをやってみました。で、こちらがアキラ中のオーバーパンツなんですけども、こうウエストをインさせてもらう時とかはとってもパンツの形が大事になってきます。綺麗に私の足をこううまいことまっすぐにしてくれて、さすがと思いながら着てみました。で、こちらの靴が階段エディションズという靴になっていて、もうパカ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 外せるのでとても歩きやすいです。で、もっととっておきな仲間も連れてきたいと思います。この方です。シャネル、永遠の私の憧れだったので、持って歩くときは本当にもう高級な日、もうお財布すら入りません。なのでお財布も入れないでカードだけで、それでもやっぱりこれを使いたいって私は思うんです。それなぜならこの子がすごく私を引きつけてくれるから。こうやってちょっともうここからがもうシャネルさんはもうアクセサリーみたいなものなので、ちゃんとここも見えるようにしたいなと思って、こうやって持ってしまっていますね。コートをきっとどこかでは脱ぐと思うので、これはエルメスの何歳かの誕生日に自分で買ったんですけども、で、何回も何回も選びに行ってっていうことがすごいあった思い出のアクセサリーなので、磨いて磨いてこれを使っています。で、こっちのリングが宝泉ブースっていうところのピンキーリングで、これは確か私が海外に旅行に行った時にニューヨークから一緒に連れて帰ってきた大切な思い出の一個です。今日はこういう私が好きで、なんかちょっと特別感がポンって上がるようなものをつけさせていただきました。今日は素敵な景色が見れそう。皆さん1週間お疲れ様でした。私の1週間はいかがでしたか？もう本当に毎日毎日洋服たちと楽しみながら楽しい1日を送っているので、皆さんもよかったらお洋服に声をかけてあげてください。さよなら。